メトロトランジット100系電車は2004年6月26日より営業運転を開始したメトロトランジットの LRT 車両。ブルーラインの開業に伴い2003年から2004年にかけて24両が導入され、2007年に3両が増備された。先行車は2003年3月にミネアポリスへ到着し、試験走行が行われた。 ブルーライン開業時は24両のうち14両が営業運転に入ったが2004年末までに残りの10両も順次営業運転を開始したボンバルディアトランスポーテーションのフレキシティスウィフトを採用した27両が在籍しブルーライン専用運用となっている70%低照の部分低照構造で3車体3台車の連接車となっている車体は アルミニウム合金製で上部と下部に裾絞りがある。ドアはプラグドアで開閉時にブザーが鳴る。パンタグラフは B 号車に設置されている。制御装置は2レベル PWM の育部と VVVF インバータ制御で 1C2M 制御である。制御装置と補助電源装置は C ピーク装置として一体化され、A 号車、B 号車にそれぞれ1台ずつ。 屋根状に設置されている。主電動機は軽量化を図った全弊外線式のカゴ形参照誘導電動機を採用した。駆動方式はクイル式駆動方式であり、主電動機は車軸と平行に配置されている。制御装置と主電動機は通し場製である。C ピーク装置として補助電源装置と一体化されている。フレキシティスウィフトミネアポリス。 USA, United States Bombardia Hat, TRANWAYS and, Urban Transit, March 2003 issue, B108, Passenger Capacity 2 Grow on Healer Salaine, Metropolitan Council, January 2007, Archived from the Original Archived 2009年1月7日 At the Wayback Machine, On 2009年1月7日2009年2月10日に閲覧 TRANWAYS and, アーバントランジット、ジューン2003イシュ u P227、ミネアポリス、ファーストカーランズオンヒヨワサ、ライトレールスターターライン、ライトレールナウ、ジューン29、2003、リトリーブド2009年12月16日、トランウェイズアーバントランジット、オーガスト2004イシュ P308、トランウェイズアーバントランジット、メイ2002イシュー P185 フレキシティスウィフトミネアポリス USA、ボンバルディアアーカイブドフロムザオリジナルオン2008年11月22日2009年2月10日に閲覧トラクションアンドオーグジリアリーパワーシステムズ東芝2018年2月16日に閲覧ありがとうございます